合戦。敵味方に分かれた各勢力が戦う行為である。漁師たちは国の命運をかけて、兵士たちは自分の命をかけて戦った。この動画では、戦国時代における合戦がどのように始まり、どのように終わったのか、合戦の一連の流れについて紹介していく。合戦ルーティーン。チャプター1、合戦の準備。合戦が行われる前には、漁師や重臣たちが集まり、戦評定と呼ばれる会議が行われた。殿、皆集まりました。うむ。皆の者、殿。この合戦そもそもやるべきか？え？会議の中では、様々なことが話し合われた。そもそも戦うべきか？調査はあるのか？武器や食料などの物資はどうする？戦いに負ければ国が滅ぶこともあり得る。そのため慎重に話し合いが進んだ。満場一致で意見が合うこともあれば、意見が飛び交って全く会議がまとまらない場合もあった。今こそ打って出るべきである。いや、今はまだその時ではない。殿。うん。最終的な判断は領地をまとめる領主に委ねられた。うん、戦おう。出陣が決まった後は、より詳細な戦い方が話し合われた。出陣する場所、軍の編成、戦いの終わらせ方。戦評定により合戦をすることが決まると、家臣らは兵を集めるために奔走した。急げ。よい。彼らはあらゆる手段を使って合戦の決行を大衆に知らせた。陣太鼓、オラガイ、のろし、エトセトラ。合戦の知らせを受けた領民たちは領主のもとへ集った。戦だ戦だ。領民たちのほとんどは百姓である。彼らにとって合戦は臨時収入が得られる機会であった。よっしゃ、稼いでくるぜ。彼らは家族の生活を守るため命を懸けて合戦に挑んだ。こうして着々と合戦の準備は進んでいった。チャプター2、合戦の準備、演技担ぎ編。合戦に備えて武士たちはあらゆる準備を行う。その中でも特に重要なのが演技担ぎである。演技が悪いことはとことん避けるぞ。例えば、合戦前の男女の性行為は禁止された。紳士を清めるため行為はしない。また、出陣する日は占いで決めたりした。この日はどうだ。その日はダメです。今日です。ダメか。それじゃあ考え直すか。さらに、総大将が馬に乗って出陣するときには馬の頭の向きを気にした。東か、もしくは西に向けるのが吉。武士たちは合戦に備えて縁起を担ぎまくっていた。縁起。間違えた。最初からやり直すぞ。手順を間違えたらやり直すほど重要なものであった。当時の日本人は神仏への信仰心が現代の日本人よりも格段に厚かった。そのため彼らは熱心に縁起を担いだのだ。今度は間違えるなよ。はい。また縁起担ぎには兵の精神を落ち着けたり、軍の士気を上げたりといった効果も伴ったのかもしれない。ちなみに出陣後も戦場に向かう途中に神社やお寺があれば戦勝祈願に立ち寄ったという。勝ちますように。こうしていよいよ合戦が始まる。チャプター3、合戦。魚鱗の陣で戦いに挑む。合戦が行われる現地では戦いを有利に進めるため兵を配置した。戦術的な兵の配置を陣形と呼ぶ。陣形には様々な種類があり、状況に応じて選ばれた。敵軍の中央突破に特化した魚鱗の陣、対奇襲攻撃に特化した公園の陣、自軍の連携展開に特化した長打の陣などなど。陣形は総大将が判断して決定した。天候や地形、戦局や敵軍との位置関係など総合的な判断が求められた。
余輪の陣で敵軍の中央を突破する。兵の配置が決まると、ホラガイや時の声を響かせて兵の士気を高める。えいえい、おー。そして合戦が始まる。一般的な合戦では、まず矢合わせが行われた。カブラ矢という音が出る矢を放ち、戦の合図を出した。そして弓兵が一斉に矢を放った。目的は少しでも敵兵を減らすことである。矢合わせの後、長槍隊が前衛に出て槍の叩き合いが始まる。目的は敵軍の陣形を崩すことである。陣形が崩れた後は騎馬兵が投入される。こうして敵味方が入り乱れた乱戦が始まる。乱戦は戦いが終わるまで続く。どちらかの軍が降伏するか、どちらかの総大将が討ち取られるか、はたまた講和が成立するか、戦いが決着するまで兵たちは戦い続ける。しかし合戦は必ずしもスムーズに進むわけではない。両軍が睨み合ったまま動かない膠着状態に陥る場合もあった。あいつら動かねえな。そうですね。戦いが長引くほど兵の士気は下がる。いつまで続くんだこの状態。疲れた。膠着状態を打破するため、増兵たちは挑発行為を命じられた。敵の領地の農作物を刈り取ったり、村や田畑を焼いたり、略奪行為をしたり、あと悪口を言ったりした。ヘタレー、お前らの方がヘタレー。こうして戦いは終わりへと向かっていく。チャプター4、合戦の終わり。敗北した場合。もはやこれまでだ。合戦に敗北した総大将に待ち受けるのは過酷な結末である。結末1、討ち死に。総大将が討ち取られればそれで戦いは終わる。討ち取った、グフ。討ち取られた総大将の首は敵兵によって切り落とされて持ち去られる。首は討ち取った証明として必要なのである。結末2、自害。敵軍に追い詰められどうしようもなくなった時、自害を選ぶ武士は多かった。恥をさらすくらいなら腹を切る。生きて恥をさらすくらいなら潔く散るという思想が当時の日本には広く浸透していた。結末3、逃亡。勝機が見出せない時、総大将が逃亡する場合もあった。逃げるぞ。うまくいけば自国にたどり着いたり隣国にたどり着いて救われた。ただし逃走中に命を落とす場合も多かった。合戦場の周囲には総大将の首を狙う者たちが大量にいたからだ。命を狙うのは敵軍の増兵や戦場となった村に住む百姓などである。総大将の首を取れば褒美がもらえる。誰でもいいから殺して武具を奪う。敗軍の将の逃亡は困難を極めた。ひえー。結末4、降伏。ぶぬぬ。捕まった総大将の処遇は敵軍に委ねられた。処刑されたり島流しにされたりした。場合によっては心中することで命が助かることもあった。チャプター5、合戦の終わり。勝利した場合。我らの勝利だ。合戦に勝利した軍は領地を手に入れたり敵兵を吸収できたりと多くの利益を獲得した。そして戦いで功績を挙げた兵たちには褒美が与えられた。功績を確かめるための一つの手段が首実験である。首実験とは兵たちが討ち取った首を持ち寄って主君に確認してもらうための場だ。これは紋章として有名な田中の首であります。お、歯の田中か。持ってきた首の身分の高さによってもらえる褒美は大きくなる。お前には私の刀を授けよう。ありがとうございます。領主の哀悼や敵から奪った領地が褒美として与えられた。首実験は功績を確かめる場であるのと同時に
戦死者への慰霊の場でもあった。首には化粧が施され、お香が焚かれた。そして首実験が終わると、首は敵方に返却された。場合によっては首塚が作られて供養された。チャプター6、後始末。戦場となった土地には多くの遺体が残された。遺体は周辺の百姓らによって武具が剥ぎ取られた。そのため遺体のほとんどが裸だったという。遺体から武具を剥ぎ取ったのは地元の百姓らである。よくも俺たちの畑を焼いてくれたな。土地を荒らされた百姓たちにとって、剥ぎ取った武具は損失に対する補填となった。武具を剥がされた遺体は穴を掘って埋められるか、動物の餌となった。こうして戦国時代における合戦は終わる。合戦で評価されたのは、敵兵を討ち取るだけではありません。一番最初に敵武将と槍を交わす一番槍、一番最初に太刀で攻撃する一番太刀、一番最初に敵方の城に侵入する一番乗りなどなど、命を落とすリスクが高い行為には相応の褒美が与えられたみたいですね。今日の名言。未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん。次回の日本史漫画は、93歳で関ヶ原で戦った男、大島運八の生涯。